やってまいりました、むすび蓮と申します。よろしくお願いします。本日はもう第10回になられるんですね。いくざ祭りご開催誠におめでとうございます。ありがとうございます。いやー、暑くてびっくりしました。九州は家を出るときはもうちょっと早朝だったんですけども、25度ぐらいでちょっと肌寒いぐらいだったんですよ。だからそこよりも北の方だからちょっと涼しいのかなと思いましたけども、全く裏切られて楽しいです。はい、ではですね、心を込めて一曲を踊らせていただきたいと思います。今から踊らせていただく曲は雨のうずめと言います。次宮崎県の方がですね、はい、構えてらっしゃいますけども、九州はたくさん神話があります。九州と言いましても日本の神話のお話ですね。雨のうずめとは、岩戸に隠れた天照大神をその踊りを持ってこちらの世界に踊りでもって誘い出した神様のお名前です。菅先生は私たちに踊りとは愛だと、踊りとは光だと一生懸命教えてくださいました。そして今も変わらず雄一郎先生もその思いを引き継いで私たちにコンコンと思いをつないでくださっています。この曲を作るとき考えるときとかたくさんいろいろ考えたんですけども、雨のうずめの踊りで一体どのような何でしょう、思いが変わって天照大神はこの世に出てきたんだろうかということをいろいろ考えました。岩に隠れるにはすごい心を閉ざしたんだと思います。強い強い思いでこの世を真っ暗にしてしまうぐらい暗闇の中に身を潜めて、どんないろんな神様が出ておいでよ、こっちにおいでよって言っても出てこなかったんですけど、雨のうずめの踊りでこの世を光に照らすために出てこられた、なんでだろうと思いました。まだまだ私たちはお勉強中です。きっと大きな大きな菅先生が言われてた愛があったんだと思います。これから一つ、皆様にどれくらい届くか分かりませんが、心を込めて踊らせていただきたいと思います。雨のうずめです。よろしくお願いいたします。結び蓮、雨のうずめ。
こそ ありがとうございました。ありがとうございました。結び連のたったお二人でね、来てくださって息を飲む